ワークンクは、セスクワにより開発された2軸、2.5軸、3軸、固定5軸、同時5軸加工向けの CAM システム。パソコン上で簡単に、高品質、信頼性の高い NC データが作成できる CAM システムとして、1987年にフランスで誕生した。1988年に、ワークンクがリリースされて以来、 日本のような要望の高い国で25%以上の企業によって使用されていて常に自動化や簡単操作に重点的に取り組んでいることで有名なシステムである。2002年にリリースされたワークンクカナダドルは CAM を支援するカナダドルシステムとしてワークンクを完璧なカナダドル CAM 製品にしたことでこの業界における世界的なマーケットリーダーの一つに なった。ワークンクのユーザーは、自動車メーカー、航空宇宙と防衛、エンジニアリング、医療歯科機械加工メーカー、金型メーカーといった業界に属している。アウディコンセプトカーワークンクの CAM を使用して開発された、技師用の人工膝関節 CAM システムワークンクの最初のバージョンは、1988年にセスクワによってリリースされた。 この製品開発の立役者は、セスクワの代表取締役社長、ブルーノ・マルコと開発イノベーションマネージャーのジェラード・ビラードである。80年代後半には、複雑な形状の CNC プログラミングは、難しく非常に長い工程が必要だった。この時、セスクワが三軸 CM a システムの需要を認識し、新しくて、信頼できる。 最初の自動三軸 CAM システムワークンクを開発した。長年にわたってセスクワはワークンクの根底にあるオリジナルの哲学に執着してきた。ツールパス計算時間の速度を上げ、高素材加工の直接機械加工を容易にするために最適な信頼性を確実にし、加工現場でプログラミングができるように自動化、使いやすさを。 最大限に実現できるように取り組んできた。自動化は、このソフトウェア開発の歴史を通して、ずっと引き続かれているテーマである。ブルーノ・マルコによると、ワークンクの開発の狙いは、常に、ワンボタン CM に、可能な限り近いものにすることである。ソロモングループは、1988年に、ワークンクを利用した、最初のユーザーで、今もなお、 スキーブーツや他のスポーツ用品を製造するために20年以上の間ワークンクを使っている。ワークンクの需要は急増し1991年にアメリカオフィス1995年にドイツと日本オフィス1997年にイギリスオフィスを設立その後スペインインド中国韓国と続き活動範囲を拡大したセスクワは 2002年にワークンクカナダドルをリリースし、2003年にワークンク5アクシスをリリース。2007年にはカナダドルと CAM が統合されたインターフェースとなった第3世代のワークンク G3 がリリースされた。2008年にはビューアとしての検証、測定だけでなくカナダドルデータをコアとして設計者加工現場への 情報伝達、取引先との情報交換など、情報共有が可能な 3D ビューはワーククスプロール 3D がリリースされた。2009年には、技師インプラント、デンタルストラクチャー向けの3軸同時5軸まで、対応したデンタル CAM システムワークンクデンタルが、市場投入された。ワークンクは現在、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、日本、 インド、中国、そして、韓国のセスクは各支社と、世界各国50社以上の代理店が手厚くサポートを、している。CAM システムワークンクの主要機能、2軸と2.5軸加工方法、ワークンクは、以下のカナダドルファイルの取り込みが、可能、DXF、STEP、IGES、カチュー V4V5、NX、ソリドワークス、ソリデジ。 プロ、E、パラソリッド、STL などワークンク。デンタルカナダドル、CAM を使って加工した、クロムコバルトディスクワークンクデンタルは、補鉄物、インプラント、クラウン、ブリッジインプラント、デンタル構造の自動三軸から五軸加工向けに、セスクワが開発した、カナダドル、CAM システムである。ワークンクデンタルは、 機械加工の専門家ではない研究室や科木講師のためにデザインされたグラフィックユーザーインターフェースを用いて簡単に操作することができるシステムである。限りなくワンボタン CAM といえるデンタル業界向けの CAM でデンタルの専門家や専門機関と協業することで開発やテストを行っている。自動三軸と五軸のツールパスは ネスティングや位置決め補鉄インプラント向けの技術と組み合わさっている。加えて、サポートピンや識別マークに加えるためのツールは、ソフトウェアが迅速に補鉄製造向けに理想的なソリューションを作り出す。STL とネイティブデンタルカナダドルフォーマットは、ワークンクデンタルにインポートされていて、ユーザーが製造工程を通してガイドするための加工ウィザードが搭載されている。 工具、標準ファイル、クローム、コバルト、チタン、ジルコニアのような特定種類の素材向けに最適化された切削条件を自動で選択し、コーピングやブリッジのような特定の補鉄向けのシステムである。複雑ないくつかのインプラントでは、すべての形状インプラントに対応する5軸加工を使う必要がある。通常は、プログラマーには高いスキルが要求されるが、 ワークンクデンタルは自動語軸ソフトウェアの難しい問題をすべて解決している。システム内の情報部分は信頼でき干渉しない語軸のツールパスを自動作成する加工の限界と運動学を考慮している。ワークンクワイリードムはワイヤー放電加工機向けのカナダドル CAM ソフトウェアである。ダイアログボックスはシステム経由でユーザーをガイドするためのものである。 ワークンクワイリードム内の機能は、傾斜加工を可能にし、2軸、または4軸加工向けが用意されていて、カナダドルモデルの 2D カーブや、3D サーフェスを直接使用することが可能である。それは、自動干渉チェックのためのグラフィカルな検証機能を、含み、それぞれの独自の EDM 加工材が持つ、最大傾斜のワイヤー角度加工が可能である。ワークンクカナダドルは、 サーフェスおよびソリッドモデリング機能を搭載した製造業向けカナダドルソフトウェアである。それはワークンクの標準機能として搭載されているコンポーネントでスタンドアローンの設計製品としても利用可能である。ワークンクカナダドルが技術部門の加工メーカーにスタンドアローン版として使用される場合、ワークンクカナダドルは すべての製造工程を通して、カナダドル製品に一貫したイ、e、型、工具、金型ビジネスへ提供する。ワークンクが統合されたとき、追加されたソフトウェアアプリケーションやアウトソーシング向けに必要なイ、e、型、金型、加工を設計製造するために要求されるフィーチャーを提供する。ワークンクカナダドルは、簡単、または複雑なキャビティ向けに、 進化したインテリジェントなフィルギャップを行い、ドリル加工、輪郭面取り、リーマー、タッピング向けの自動で、2D のフィーチャー認識とサイクル定義し、自動で、金型コア分割と進化した電極モジュールである。ワーククスプロール 3D は、オリジナルのカナダドルデータに依存することなく、3D カナダドルファイルを高速表示、高精度測定、形状検証。 共有できる 3D ビューアである。非常に操作が簡単で、ユーザーがカナダドルのエキスパートでなくても、使用できるように設計された。ワーククスプロール 3D は、ユーザーが、3D 形状計測や、前もって、ユーザーが、アンダーカットエリア、平面サーフェス、厚み、ボリューム、サーフェス、重量、ダイナミックな断面表示を、測定可能にする検証機能が可能。 3D モデルに直接寸法や形状測定したものを表示したり注釈やラベルを付けたりすることが可能なので 2D 図面が不要になる。またユーザーが 3D 形状やアッセンブリファイルを下請けおい先や顧客または同僚にインターネット経由でエグゼファイルとして簡単に送ることができる。受信者は受け取った 3D モデルをすぐに表示でき、 3D モデル上で作業が可能。ワーク k e x p l o 3D は大きな 3D ファイルを高速表示し処理することができる。無償評価版も利用可能である。ワーク k e x p l o 3D は英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、日本語、中国語、韓国語、その他の言語も準備中。ありがとうございます。